はい、やりました、デビューでね昨日撮って、そして今日いきなりサードいただきました。撮りましたよ。どうですか？いやもう大満足です。大満足です、ね、もうまずプロカードというところでまさかこの3位がね、そうトップ3に食い込めればいいなって思ってて、でまさかファーストコールに呼ばれてこれいけるんじゃないと思って、でね、センター、あ、そのセカンドのなんかセンターキープできて3位そのままいただけたので、うん、本当良かったです。じゃあ、あれですね、もう自分が目標としてた最高値は取れた。最高値取れました。最高の日本になったじゃないですか。最高の日本の思い。帰るんですか、一旦。一旦ちょっとまあ日本で、ちょっと時間過ごして、またちょっとまだ韓国の仕事の問題とかチームの問題があるので、うん、ちょっと、あれですよね。ちょっといろいろ話して今後の計画でって、まあ、5月には、ね、ミーティングがあるからそれには必ず、はい、その何も問題なければ来れるので、はい、来年は東京プロももちろんこの会場でもちろん、ね、世界の人と戦ってどこまで通用するか。そうですよ ね来年だって全く変わるわけですか。全く多分来れるようになると思うからもっと楽しんで、はい、ね、その世界の力を知ることになると思うんですが、それに対応できるように私もちょっと頑張っていきたいと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。